バルです。スパニッシュのシーズン3やっていきたいと思います。64年目、春。総人口655人ですね。そして前回移民を受け入れて、60人ぐらい。だから590人ぐらいから一気に655人まで増えたっていうところだね。そして、いやー、もう大変だったけど、要は竜巻にね、前回会った時でした。ということで、まあね、もろもろはあるということなので、食料関係はね、なので足りないもの、そうだね、ムール貝とかね、海鮮系のものがちょっとさすがにないので、この辺をちょっと改善していきたいなと思っておりますと、あと家、もう何だともあれ家全くもって足りてないというとね、67軒ぐらい足りてない、そうだね。と、あと、復興もしていかなきゃいけないし、こっちに集落作るか？あ、ここもだいぶ家ができてきましたね。そうだね。ここあれだな、じゃあもうこれ平地にしちゃって、はい、こうして、ここももうちょっとだね。石の備蓄がありません。はい、あとはこっち側だね。もう少し余裕があるっちゃあるのかな。さてさて、家を建てないといけないんだけどな。家をちょっと建てるか。じゃあここに建てれるかな。はいはい、1,2,3建てれるな、どうにか。ダメか。平地下にすげえ山だもんな。ちょっと平地にさせてもらおう。はい、サクッと平地になった。あれだね、木がなければ。はい、行商人、はい、どれもいらない。いや待って、麻の種、ちょっと待った、麻の種、ロックメロンの種、ちょっと待てよ、麻だろう。とりあえずこれで、麻とロックメロンもいける、ロックメロンもいけるじゃない。はいはいはい、7500、はい、皆さんサクッと計算できますか。7500÷4 は1875。ええ、なかなか暗算早いでしょ。1875、はいはい、交換。キルバサ、キルバサってなんだろう。まあ、ないか。これで、とりあえず、ロックメロン。ロックメロン？簡単に言ったけど、ロックメロンってどこで育てる？こっちだな。っていうか、こっちしかないな。ということは、ここ全部平地にしちゃおう。で、ロックメロン等々を、
よし。これでちょっと時間を進めて、家などなど、もろもろ作りつつつ、この辺に家って建てられるね。3と、次は何ですか？病気。マジで？病院は大丈夫だから病院に行ってくださいね。そんでもってあとは物置小屋だのどねえのこねえの、そうだね、物置ができたね。よし、はい。あとはまあもろもろできてくれれば、いいんじゃないのかな。さてさて、石の備蓄が残りわずかです。石がもうちょっと、そしてまあもろもろ立ててもらいましょう。ロックメロンとかも、ここもう一ついけるかな。いけたな。ここからは、いや、じゃあ 19×20 で、これで朝ロックメロン、よし、1、2、3、4、12ね。 OK で、よし、これでどうだ。あ、いや、で、確実に あれが足りなくなる。倉庫は、はい、じゃあ2つ立てといて、で、よし、OK。では倉庫2つ。よし、これでサクサクっと立ててくれないかしら。薪、もろもろ大丈夫だとは思うんだけど、よしよし、ここも綺麗になったということで、家もね、あれ、建てらんない。お墓がとりあえずできたのと、さてさて、建屋、火事の跡だね、この辺はね。さてさて、
ここもできてるね。ではここにも食料で、朝を作りたいんだけど、小麦を作ろうかな。1,2,3,4,5,6,7,8 OK。 うん、でモロキ小屋もできましたと。はい、セミカ食もろもろが足りないな。うん、さてさて、あとは、はい、ジフテリア病気だな、また。あとはこのもろもろがもう持ってってくれたら進むな。やばいな、ここ。これあれだな。どっか橋をかけとかないとダメだな。で、また物置ができたね。よし。はい。こっち側だね。違ったっけな。食料がちょっとずつ減ってきたかな、これ。うん。多分人口も爆発的に伸びてきてるんじゃないのかなと思うんだけど。あと石も取らないとね。あ、収穫始まってんね。ロックメロン地味だな。サムネイルにならんな。このぐらいなら見えるかな。メープルシロップができてこないね。あ、収穫いいね。2人余ってんだけどな。何に余ってんだろう。鍛冶屋か。あとはよし、これで OK かな。復興も、うん、いいね。だいぶ進んできたね、復興も。あともうちょっと。はい、人が死んじゃったな。母行商にさらに来てる。うん、病気がなかなか治らないね。銀いらない、銀とかいらない。いらない。どうかな、食料。うん、はいはいはい。あ、水際の狩猟小屋ができましたね。うん、さてお墓の数もまだ大丈夫。はい、まあ、さらに行商に、こっちの方だな。家具一式、製材ちょっと今いらないな。これあれだね、次のステージのものを
ちょっとずつ作っていかないと間に合わないね。それはいいとして、家あと何軒ぐらい建てられるんだ。はい、ただいま情報ね、65年目の713人総人口、そして家屋数205に対して家族数が297、90軒ぐらい家を建てられるね。それからちょっとグラフを見てみよう。完全に右肩上りだね。総人口ね、100年に変えてみて、まだこう10年でいいか。家をまだバリバリ建てられるね。そして各種で、なんだ、まあいいか。エールが 2個来てる。この辺に裏に家をバシャバシャ建ててもいいんだけどね。バシャバシャ建ててもいいんだけど、井戸を建てておかないとちょっと怖いというね。ということで家をいくつか建てましょう。はいっと、潮だまりもできたね。はい、よいしょ、2人入れとくかな。はい、 OK。家を建ててもらいつつ、よし、井戸だな、井戸。ちょっと井戸を建てとかないと。公共施設の、井戸、道なし。はい。さてさて、これで、もろもろできるし、あとはここがもろもろ取っていってくれれば最高なんだがね。それからこっち側のアクセスがしたいから、ちょっとその辺も考えないといけないね。ちょっとずれてんだよね。ここをもっとつないでもいいと思うんだけどね。つないじゃおうかな。つなげられるかな。よし、これでどうだ？さて、これでいろいろ進むとは思うんだけど、やっぱり、使用率がすごいな。ここも全部平らにしていいと思うんだけどな、これ正直。ここも平らになったな。よしよし。ということで、ここ消して、ここでさらに堆積場、はい、2つ目の堆積場、これでさらに石をもうバッシャバッシャ取ってもらいましょう。そして
はいっと、あと 6% とかだもんね。はい、行商に、どこだ？はい、いらない。金とかだね。さてさて、はい。ちょっと待てよ。これすべて足りてるかな、人。はい、行商人が来ましたね。ちょっと待ってね。大丈夫かな。はい、どうも。何これ、レグホーン鳥。レグホーン鳥交換しようと、ということで、あれだな、そのレグホーン鳥を、買うところどうしよう、考えないとな。それこそここでいくか、それか墓地の隣、死者がゆっくり寝れないな。20×20 でいいんじゃないのかな。これで、標準的な牧場で 20×20 の、はい、で、道、はいと、これでどうだ。あとは牧場作ってもらって、はい、さて、物置小屋もできました。大人の数がもうちょっとで500人になるね。で、採石場ももうすぐできると。石と鉄の数があって圧倒的に足りていない。この辺家がもうすぐできそう。役所周りだね。はい、やばいな、倉庫の数が全く足りてないな。倉庫がこの辺もう全部倉庫街になっちゃうね。よっと、はい、釣り小屋もできましたね。1,2,3,4 人、はいよ。あとは採石場と、牧場がまあ優先的っちゃ優先的。おお、平地になってるぞ。これサムネイルでもいいかもね。
これサムネイルにしようかな。じゃあこれ入るかな。はい、そんでもって消して、ここにこんな感じで一本線を引っ張っといて、反対側にもね、はいっと、で、朝ね、朝こっちに立てるか、20×20 の朝10人で、よし、これで朝ができるね。うん、はいいんだけど、こっちにもう一つ集落が作りたいんだよね。ここに市場、市場、うん、中央市場でいい。はいと、これってここにもう一つ新たな集落ができるね。うん、で倉庫しっかり建てとかないと。はいと、家、3ね、オッケー、これでどうだ？うん、で、北側に新しい集落ができたのと、さらにここをつないどくと。はい、よし、うん、まあ何はともあれ今回はここかな。人がちょうど死んじゃったけど、66年目の夏です。家屋数が211に対して家族数が291、80軒建てられるね。そして総人口が727人、もうちょっとで、いや、もうちょっとじゃない。700人を超えましたね。ようやくね。うん。大人が494。学生が117。子供が116。バランスが悪い。子供の数が少なすぎる。あとはもろもろは全部、とりあえず足りてます。食料も。石が足りてないね。鉄も足りてる、薪も大丈夫、すべて OK です。そんでもってインベントリー一番多いのは玉ねぎ、鴨肉、ラディッシュ、とうとうだね、大麦とかも全然使ってないもんね。小麦、大麦か、なるほど。それから足りてないもの、洋服関係だな。洋服関係がちょっと足りてないね。そうだね、ちょっと洋服は考えないといけないね。うん、
そしてグラフを見るともうすごい勢いで人口が増えてる。うん。で、まあ貿易品は特に何もあれから交換したよ。レグホーン鳥っていうのを交換したね。うん。まあ何はともあれ、この標準的な牧場ができればレグホーン鳥を入れていきたいなと思います。まあとりあえず今回はここで終わりたいなと思います。次回またこれの続きね、やっていきたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。